ダニエル・リボヤは、ユーゴスラビア・ビンコブチ出身の元セルビア・モンテネグロ、代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。1998年夏、名門レッドスター・ベオングラードのユースから、フランスの訴訟へ移籍しプロのキャリアをスタート。訴訟では、在籍3年間で62試合20得点。2000年夏に、ストラスブールへ移籍。ストラスブールでは、 合計121試合に出場し34得点を挙げている。2004年1月、パリ・サンジェルマンへと移籍を果たす。PSG では42試合に出場し7得点を記録し、UEFA チャンピオンズリーグにも5試合出場した。2005年夏、ドイツのシュトゥットガルトへ移籍をする。2005から2006シーズンは26試合に出場し8得点を、 記録するが、金銭問題によるトラブルから、リザーブチーム行きを命じられる。2006年8月、ハンブルガー SVA1 年間のレンタル移籍しかし、ハンブルガーでも、問題を起こし、リザーブチーム行きとなった。2006から2007シーズン終了後、シュトットガルトのリザーブチームへ出戻った。2008年1月、ボルフスブルクへ2007から2008。 シーズン終了までのレンタル移籍をした。だが、8試合に出場して1得点と振るわず、買取オプションは行使されなかった。2008年7月、ようやく、シュトットガルトのトップチームに復帰をすることとなった。2009年7月23日、グルノーブルフット38と2年契約を結び、フランスに復帰した。2010年8月31日、 オグックニースに一年契約で移籍。2012年6月15日、エクストラクラサのレギアワールシャワと一年間の契約を交わした。2013年7月19日、RC ランスに加入した。契約期間は一年間でリーグアン昇格の場合は延長されるオプションが付帯する。2003年2月12日、ユーロ2004予選のアゼルバイジャン戦で、 セルビア・モンテネグロ代表デビューを果たした。2003年10月11日、同予選のエールズ戦で代表初ゴールを決めている。ありがとうございます。